独身の秋が照れておりますけど。それではですね、次、オカリナあーちゃんの出番になります。オカリナあーちゃんも、1ヶ月だいたい4回演奏させていただいてるんですけど、1回おきにですね、かなりの頻度で、演奏していただきまして、この度、あの、アッキーと一緒に昇格、準レギュラーに昇格さ勝手に今、言っておりますはい、では、オカリナのアッキーじゃなくて、あーちゃんを、オカリナの場合はあーちゃんですね、読んでみたいと思います。せーの、あーちゃんなんでこれ低い声になるんですすみません、気持ち悪かったです。それでは、よろしくお願いします。こんにちは、上村といいます。オカリナを演奏させてもらうんですけど、まだ、オカリナは1年半ぐらいですね。出会ったきっかけっていうのが、高千穂の峰に父親と登って、そこの頂上で父親から、オカリナを託されて、それから父親にハマってしまって、で、ずっとこの1年半ほとんど自宅で練習していることが多くて、もう今日ちょうど来ていらっしゃるんですけど、アッキーさんにどこかのオカリナを演奏する場所ないかなって聞いたところ、作図のおじさんを紹介していただいて、おじさんから社長さんを紹介していただいて、だいたいいつでも来ていいですよっていうお言葉に甘えて、月に2回も居座っちゃいました。そして準備ぐらいありがとうございます。ほとんどですね、レパートリーはこの1年半で増えたんですけど、自宅ですることが多かったので、あえてその人の皆さんに聴いてもらうために新しい曲をほとんど挑戦してます。で、今日も3曲、演奏させていただきます。まずは1曲目、ジブリシリーズから、風の谷のナウシカより、ナウシカレクイエムです。よろしくお願いします。
チューリップの青春の鍵です。自分でももともと好きだったんですけど、先月初めてそのストリート演奏というか、人がたくさんの人がこう行き交う中で、こう4時間5時間こうひたすらオカリナを練習なんですけど、練習させてもらってる時に、この千の風になってを初めてこう吹きました。で、吹き終わって顔を上げた時に、ちょうど30代ぐらいの女性が立っていて、あのね、涙流してたんですね。それで、目があってもずっとこう涙を流しているので、思わずこう駆け寄りました。で、何か思い出の曲ですかって声をかけたら、
実はまだ半年も経たないんですけど、お母様が急に亡くなられて、そのお母さんがすごくいつも歌っていてすごく好きな曲だったので、そういう曲で遠くからこの曲がこう音色が聞こえてきて、思わずこう引き寄せられて聞きましたっていうふうにおっしゃって、それを聞いた時に音楽の力ってすごいなと思って、それと同時に自分の思いだけで今までは弾いてきたんですけど、私の弾くこの何気なく弾く一曲が誰かにとってはすごく大切な思い出であり、大きな心があるんだなっていうことを知りました。で、そのですね、オカリナのおかげでもうさっきまで見知らぬ誰かのその人生を大事な曲とかを知ることができることがすごく幸せに思って、これまで以上に心を込めて一曲一曲を演奏しようって思いました。で、そのことがあったから千の風になって少し自信がついたので、今日また演奏させていただきます。千の風になってです。ありがとうございました。
ではまた、おちさんに借りたいと思います。おちコールっていうのがありまして、さっきあーちゃんコールしていただいたので、またおじさんをおじさんを呼び戻したいと思います。できれば皆さん一緒におっちコールをお願いします。せーの、おっちー。